この時間はクリック365為替情報のコーナーです。ゲストはインバスト証券投資情報室チーフテクニカルアナリストの山口哲也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてちょっと微妙にこれ円安かなと思ったら徐々に上値も重くなってきてるという感じでまだまだ方向性出ないんでしょうかね。そうですね、ちょうど今チャットが出ましたね、はいはい。まあ、113円どころのには、うん、一目銀行表の、転換線なんかもありますんで、うん、まあ、そこら辺っていうのはある程度レジストされたりサポートされたりするような、うん、ところにあるのかなとは思って。なるほどね、はい、となるとまだちょいと見る感じではこの111円が2回ばかりついたということでダブルボトム的がないという印象もあるんですけど、なかなかそう楽観的にはいけないです。トレンドを見ていただくと分かるんですけども、地高スパンも日々線に抑えられてますし、うん、はい、まあ、一目の雲も右肩下がりで垂れ込めてる基準線、緑の線ですね、これですと、うん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 、緑の線も右肩下がりっていうことで、うん、中期も長期もモメンタムも弱いっていう状態にはなってますね。なるほど。ただこのどうでしょうかね、東京マーケットもそうなんですが、特に東京のマーケットは今日なんかも含めて為替でかなりこう振らされているという雰囲気ですよね。あ、そうですね、はい、こうご用意いただいたチャートを見てもこれなんか上海と並んで東京のパフォーマンスが今一つだなという印象ですもんね。そうですね、これは世界の株価指数8月の第一営業日を100として指数化してグラフ化したものなんですけども、その中国ショックがあって下落して、うん、で、まあ、若干戻ってきたんですけども、また、12月の段階から下がってきていると、うん、青い線と緑色の線で示しているのが、うん、各国の中央銀行の政策で一番最初 の軸ですね、はい、そうですね、はい、一番最初が ECB、 その次、うん、青い線は OPEC 総会、うん、それからその次の緑の線は、FOMC、うん、でその次は日銀、ほう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 、もう一個の一番最後の緑の線も日銀なんですけども、うんうん、まあ、結局そのOPEC 総会で減産ということでリスクオフに傾いてしまって株価っていうのは、うん、まあ、みんな揃って下がっちゃってる、金融緩和の効果っていうのは全然出てないというような状態ですね、うん、なるほどね、はい、でこれも同じその為替ですね、為替の方になるんですけども、為替の方もリスクオフということで、円が買われてしまっているっていう状態ですね。これは明確に出てますね。そうですね、せっかくその1月末に日銀が金融緩和したわけですけども、うん、まあ、その効果ももう薄なくなってしまっているような状態ですね、うん、この赤い線ですよね。赤い線が、ね、円だけが突出してあるんですもんね。だから方に持っていってますもんね、はい、でそうですね、はい、で、まあ、これは原油なんですけども、うん、結局このリスクオフっていうのの、はい、一番の原因は原油と中国の景気動向だと思ってまして、まあ原油 の下落っていうのがあると思うんですけども、うん、まあ、そもそもそのこういう形で、まあ、2000年にかけては原油が上がってたわけですけども、うんうん、リーマンショック後がガクッと下がってしまって、うんうん、で、中銀各国中銀の金融政策で、まあ、ここの赤い網掛けはですね、はいはい、FRB の QE1、QE2、QE3 なんですけども、はい、ジャブジャブのお金で、まあ、こういったコモディティなんかも株も上がってきたしっていう状態ではあるんですけども、うん、QE3 は2014年末に終了してきているという状態ですね。で目標価格としては、うん、原油の価格っていうのはまだちょっと弱いのかなと、うん、で20ドルまで進む可能性がテクニカル的にはあるんじゃないかなっていうのがここで、これ確かにこれ QE1、2、3 が出た時はやはり高いですよね。やっぱりお金に支えられた原油マーケットってことにもなるでしょうね、これは。そうですね、はい、そしてで、はい、まあ、そのリスクオフっていうことで考えた時に、はい、今日なんかもアメリカの米国債利回りなんかが下落してますよと、うん、ちょっとこれ2月23日現在なんですけども、うん、来年2月の FOMC でさえ利上げなしっていうのがマーケットのこう判断になっているっていう状態ですね、うんうん、ただ、去年12月の FOMC では、今年、うんうん、4回利上げというのが FOMC の
コンセンサスというかですね、形になってますから、うん、おそらく市場との対話ということで考えると、その今ゼロ回なのと、うん、それから、4回というのの、うん、まあ、その来月の FOMC ではこれが多少こう歩み寄っていくような形になっていくのかなと思ってます。なるほど、はい。そしてこれは原油をさ、これからどう見ていこうかということですか。はい、まだ原油の需給というのは、供給過剰が続いていまして、で IEA の見通しというのは、先日発表されたのでも今年は110万バレルの供給過剰で、来年になると10万バレルの供給過剰で、再来年になるとマイナス40万バレルという形になるので、はい、来年、まあ、ぐらいにかけては、うん、需給バランスっていうのは、してバランスしてくるでしょうね、うん、であと IEA が言ってるのが、今年の原油価格っていうのは平均価格35ドルぐらいを想定していて、うんうん、で2020年には80ドルというような話をしているので、うん、まあ、そのペースで考えると、下のその赤い線があるんですけども、うん、まあ、こういう形のペースでの上昇というのが、うん、まあ、まあ、IEA の国際エネルギー機関のイメージなのかなというところですね、うん、ただ、まあ、まあ目先はちょっとセンチメントが弱いので、うん、こう突っ込んだ売りっていうのが出やすいところかな、うん、目先26ドル台まで WTI なんか下がったんですけども、これどうでしょう、はい、これここはまだ頑張とは言えない感じですかね。ですね、今週はですね、うん、アメリカでセラウィークっていう石油の会合、石油業界の会合があって、はいはい、で22日から26日今日まで行われてるんですけども、うん、まあ、そこでヌアイミさんとかが、はい、そうでしたね、アメリカの石油業界の人たちがいっぱいいるところで、うん、エネルギー庁長官なんかもいるところで、うん、まあ、アメリカのシェールガスとは共存していくんですっていうような話をしてるわけですけども、なるほど、まあ、そういうような状態の中で、うん、3月に協調減産をするのかどうか、うん、まあ、協調減産というか、増産、まあ、減産も増産もしないという形になるのかどうか、会合自体が OPEC 総会が行われるのかどうかというのは、うん、ちょっと注目しておきたいところですね。なるほど、はい、何らかの動きありそうなんだけど、まだそれが具体的な形にはなってないという感じかもしれませんね。そうですね、はい、で もう一方のリスクというのは中国になるんですよね。でこちらのチャートの方は、中国の実質 GDP、うん、それからあと李克強指数になるんですけども、うん、まあ、こういう形で 10% 以上あった、GDP も、うん、どん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 下がってきて 6.9%、うん、来年には 6.3% とか、うん、で4月にはもしかしたら IMF も、またちょっと下げるかもしれないというところがあるので、うん、まあ、中国リスクっていうのは、まあ、今日上海で G20 やってますけれども、うん、あるのかなと、うん、中国は確かに予断許さない、その一つの証としてこういう感じですね。そうですね、はい、原油の需要はですね、うん、伸びてはいるんですね。先ほどのグラフでも見たようにですね、うん、需要自体は伸びている、中国も伸びているっていう状態の中で、中国の輸出入、の金額っていうのは前年比で2014年ぐらいから、マイナスに落ち込んじゃってるっていう状態、はい、まあ、中国っていうのはちょっと景気は軟着陸していくんでしょうというところですね、うん、なるほど、はい、さてそしてはいよいよこれからのイベントですよね、はい、まあ、まず今日はG20 とかがあるんですけども、まあ、その結果どういうふうになるのか、何か発表があるのかっていうところがあると思います、うん、でアメリカの経済指標なんかもありますので、GDP の改定値であったりとか個人消費支出、うん、ミシガン大消費者信頼感指数あたりもあるわけですけども、まあ、ここら辺ちょっと強いところが出てくるかもしれない。ただ、うん、来週はですね、中国の製造業 PMI とかサービス業 PMI だったりとか、うん、それからあと全人代が、全人代が3月始まりますね、始まりますよ、ね、うん、それからあとそれ以降も貿易収支だったり CPI の発表なんかもあるので、結構これからまた中国の指標なんかに振らされてきて、うん、リスクオフに傾きやすい心理っていうのが出てくるかもしれない、うん、今週はさっきお伝えしたように若干リスクオフの心境っていうのが少し緩んできているかもしれないけれども、うん、来週再来週っていうのは、うん、弱く可能性は
ただ、アメリカの景気動向という観点で考えると、うん、来週は雇用統計ですね、ですね、はいはい、ありますけれども、足元、平均で言えばですね、非農業部門雇用者数なんかも20万は超えている、うん、状態ではあるんですよね。このチャート見ましたのその通りですね。そうですね、先月先々月ちょっと弱かったりしたところはあるんですけども、でちょっと黄色いところでお見せしているのは800万人、そのリーマンショック後、はい、職を失って、でもそれも1000万人以上も回復はしてきてるので、カバーはしてきてるっていうことで、アメリカの経済っていうのはそれほど悪くはないんじゃないのかなというところですね、はい。そしてまあこれも一つの証ということで、まあ、これを見てもどうでしょうか。そうですね、アトランタ連銀が出している GDP Now ですけども、その今の経済指標を見た上で、出している、GDP 大体どのくらいなのかなっていう数値になるわけですけども、これも 2% を超えてるっていうところで、そんなに弱くはない状態なのかなっていうところですね、はい。そして円高から円安、しかしまた円高いと、こういうことですか。そうですね、今の状態っていうのは円高がこういう続いているのかなと、特にその去年ぐらいから円高傾向になってきていて、ドルも強いけれども円も強い、リスクオフで円も買われちゃってるっていう状態だと思いますね、矢口さんから見れば、やはりこの円高のトレンドっていうのはまだ続いていて、ちょうど今はその中の一休みというそれぐらいのイメージだという感じでしょうか。そうですね、はい。どれぐらいまで見てらっしゃいます。ですね、大体今106円ぐらいっていうのが一つ目処になってくるのかなとは思ってまして、時期的にはいつ頃ですか。今年半ば6月とかそのぐらいがサイクル的には、イメージしているところではあるんですけども、だその後は円安にまた戻ってくるのかなというのがイメージですね。円高か、そして円安で、はい、また円高になるんですか。円高、そうですね、また円高になって、その後また円安になってくるんではないかなと思います、ちょっと慎重に見ておきましょう、はい、ありがとうございました。